はい、ということで、初めまして。この度、2時3時からデビューさせていただきます。新人ライバーの村雲花月です。よろしくお願いします。で、年齢が20歳で、誕生日が2月の26日です。まあ、正直あんま変わんないです、みんなと。で、身長が169センチです。職業が忍者です。Twitter とか事前情報で、まあ、みんな知ってくれてると思うんですけど、まあちょっとだけ詳しく説明させてください。で、僕が暮らしてた村に忍者集団があるんですけど、その集団の僕はエースです。まあ、トップオブザヘッドですね。一番強いです。はい、任せてください。何でもできるです。で、なんか区内とか手裏剣以外も使えるっす、一応。趣味がゲーム、ラップ、ギターということで、FPS が得意というか好きで、特に APEX が一番得意ですね。ラップ作ってきました。はい。自分でリリック書いて、ラップ作ってきました。あの時目の前が真っ暗で、魔物で笑顔を取られかけ、生きてる希望もちょっとだけ暗くとなえる、こうやって。星付けを明るい未来に見なきたい今未来困った美少されたよねヒーローだとしても怖いよね新しい挑戦が始まったでも失敗ばかりで落ち込んでそんな時優しいヒーローたちに励まされ心を奪われて次コメントをたくさん読んで視聴者さんと楽しむということで面白いと思ってもらえる配信動画投稿をする目の上あたり見ててもらっていいですか。これ任務中の衣装っす。で、基本的には仮面とマスクしてるんですけど、忍者って任務中あんま、あれなんですよ、素顔出せないんですよ。次の初配信は、星るべショーになります。ショーめっちゃ面白いんで。でんでけでけでんでけでけでんでけでんでけでけでんでけでけでんでけでんでけでけでん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 でけこれはすごいですね。こんなにたくさん人間がいらっしゃいます。はじめまして、星るべ翔と申します。本日のショーも楽しんでいってください。はい、ということで、次。プロフィールはね、こんな感じです。はい。年齢は 13.8 に ×10 の9乗です。宇宙の年齢と一緒ですね。はい。宇宙と合体したので。誕生日は9月10日。キュートって覚えてください。身長は四捨五入したら180センチメートルです。はい。次。好きなこと。まず、歌うことが好きです。歌が好き。聞くのも歌うのも好きなんですけど、レイヤーズ・オブ・フィアーというホラーゲームが一番好きです。じゃん。ヒーローをやってます。ヴィランじゃねえのかよ、お前。って。がっかりした方、安心してください。ご覧の通り、タコになることができます。あ、今なってないわ。タコっぽいことは、大体できます。最後は、彼の1000倍特許とも言える技術です。星るべ翔にかかれば、83センチメートル離れた場所からでも、タコ焼きを焼くことができます。本当に焼けるんですか？俺の苦手な食べ物、トマトがございます。この左手にかかれば、苦手な食べ物だって、
宇宙に飛ばせますから、昼休みにね、教室の隅っこで泣きながらトマトを見つめることもなくなります。はい、記憶ないので知りませんが、それじゃあね、実演してみせようと思います。はい、いただきます。あー、おいしい。トマトです。ん？ああ、今日は任務に行かないよ。満月の夜はこうして満身に月光を浴びるのが好きなんだ。こうしていれば自分の化けの皮も剥がれるんじゃないかって。でもダメみたいだ。いつの間にか月の重さも感じられないほどに俺の罪は積み重なってしまったらしい。俺の罪は積み重なってしまったらしい。うん、白狼の小柳郎です。はじめまして。俺今とても焦っています。めちゃくちゃ胸がドキドキしています。なぜかってスマホ壊れた。台本が入ってたスマホ壊れた。まずいまずいまずいまじで。素敵かつサディスティックなタグ、たくさんありがとうございました。マジでやってるぞ、マジで、本当に。うん。一回見ようか。うん。こちら、集まったタグたち、はい。開口一番、バカ野郎。わっ、わっ。ロールフっていう暗殺組織を持っていて、そこのドンをしてます。はいはい、ボスです、ボス。それは所属してる団員がゼロだからだ。ロールフには今俺とお供しかいません。ふふふ、夢はみんなに愛される飼い犬になることです。はい、いや、なんかね、昔もっとまともな夢があった気もするんだけど、よく覚えてないんだよな。で、年齢は見ての通り人間じゃなく白狼という狼で、100を超えてから数えてません。細かいことは気にしないたちです。はい、で、誕生日これが11月25日。で、職業は妖魔剣士っていう剣士でヒーローやってます。昔 APEX っていうゲームのチャージライフルに芽吹いたことがあって、その時ね、友人に書いて送った文章がこれなんだけど、うん、読ませていただきます。 FPS を始めて2ヶ月経ったある日、抱えたスナイパーにも手が馴染んできた頃、俺はいつも通り戦場に赴いた。すると見たことのない武器が拾ってほしそうにこちらを見つめている。俺は吸い込まれるように武器を抱き寄せ、トリガーに手を回す。そして引き金を引いたその瞬間、まばゆい光が風光明媚な地を一直線に貫き、600メートル離れた敵の皮細胞をじりじりと焦がす。抵抗も意味をなさないこの距離で敵の核層を焦がし、神秘を超え皮下組織にダメージを与える。負い目を感じながらも相手に不快感を与えるその行為に、俺の心の何かがうずく。そうか、これが芽吹きか。FPS 好きなんだけど、まあそれ以外でもマイクラとかね、テラリアとか、のんびり雑談しながらサバイバルするのもめっちゃ好き。うん。スマホ壊れた時焦ったけどマジでよかった。はい、この後稲見ライの初配信もありますので。そうだ、俺はあの日なんてことを。寝てたのか。なんか誰かの夢見てた気が。そっか、初配信。なんだかんだ無事に終わって
気が抜けたのかもな。ん？わかってるよ。俺はなくした何かを見つけるために。あとはお前の正体もな。一世の腕で踏み込む午前、僕らは何も何もまだ知らぬ。一線越えて振り返るともうない。僕らは何も何もまだ知らぬ。歌って歌って歌ってく君ら。21歳大学生です。身長169センチです。意外と高いっしょ。職業は学生とメカニック、そしてヒーローをやってます。誕生日は10月23日。得意な楽器ギターとピアノ、ピアノもやってます。まあさっきもバンドでギター弾いたんだけど、いつかアコースティックギターとかね、ピアノとかね、使って弾き語りできたらなって思ってます。苦手なもの、そう、トマトが食べれないんだ。トマトは死んでも食べないよ。FPS とか RPG が一番上に来るじゃん。まあ、ここに書いてあるね。バロラントとか APEX とか。あとはなんだろう、オーバーウォッチとかね、CSGO とかもやったことあるよ。ただね、俺ね、FPS マジ下手なの。でっかいでっかい目標、かっこ夢。ズバリー、ワンマンライブ&メジャーデビュー。これは叶えるぞ、お前ら。変身いきますよ。変身！パン！お、これが俺の変身姿。めっちゃメカメカしくてかっこいいでしょ。ハンマーとドローンが付属してます。これ、俺が作りました。